お店を回って、あんまね店頭でポコポコ叩いてるとお店の人に怒られちゃうんで、そーっとあの目を盗んで指で叩いて、あこれ意外にいい音するとか言ってリサーチをまずしてですね、その後、宇山くんの方で直々にお店の方や、商工会の方へ、直談判していただき、これらの楽器を、楽器じゃないや道具を提供いただきまして、このような素敵な音楽をやらせてもらえることになりました。紹介しちゃっていいですか。発起人の宇山くんです。なんとかなりましたね。なんとかなりましたね。雨も降らずね、よかった。ね、で、このもう一曲、その借りてきた、ただいま紹介ちょろっとしました楽器を使って、最後の曲をお送りしたいと思います。Thank you.
心